モテたすぎて震える。顔がちょっと赤くなって、顔が赤いんですけど、まあ、これちょっとセルフダーマペンっていう顔面に針をぶっ刺すやつをやって赤くなってしま、やって赤くなってしまったので別に気にしなくて大丈夫です。今日のお話は恥ずかしくてお話、恥ずかしくて直接話したことない人に、恥ずかしくて直接話しかけられなか、かけられなくて直接恥ずかし、直接話したことない人に、LINE で告ったら、振られたっていう出来事が、前にありました。前と言っても結構前です。高校生ぐらいの頃ですね。あれは初めての告白です。初めての告白が LINE での告白ですね。で、初めて告白した相手が、一回も直接話したことない人、女子に LINE で告るっていう。だけど、その女子とは、LINE でね、結構コミュニケーションを取ってたんですよ。これみんな、キモテの人たちは多分よくわかると思うんですけど、LINE でコミュニケーションめっちゃ取るくせに、直接会うとなると全然話せないっていう、やっぱ、そういう、なんていうのかな、キモテのね、人たちあるあるだと思うんですよ。僕もね、高校生1年、高1の頃はね、高1ですね、これ。高1の頃は、高1かな？ちょ、あんま、高1ぐらいの頃ですけど、もう、まだ、女というものの、女というものの生態を全く分かってない頃なんですけど、まあ今も全く分かってないんですけど、まあ今思うと、バカですよね。バカですよね。どう考えても。直接だって話したことない人。まあだから、LINE で話してるから、別に直接話さなくてもいいかな、みたいな、そう。だから高校なんで、LINE でね、やりとりしてる、その女の、ことね、すれ違うこととかあるじゃないですか。だけど僕はなんか恥ずかしすぎて、ほぼ無視してましたね。はい。廊下でこうやってすれ違うじゃないですか。で、まあ、LINE でやりとりしてるんだったら、おうみたいな。なんだろう。なんだろうな。雷が鳴ってるんですけど気にしないでください。なんだろう。LINE の話してる内容とか、あれやばくねみたいな話すじゃないですか。せめて、女子と LINE してるそのね、話題について直接会ったら、すれ違ったりしたら話すじゃないですか。僕はまずそんなこと一切せずに、っていうか、できない。はい。恥ずかしくてできないっていう現状がありまして。で、それで廊下をすれ違った時にもう無視。だからそういうことが無視してるのに、LINE では普通に話すっていう、論外なことをしてましたね。論外だけど、多分今もそうかもしれないな。まあ多分、キモテの君たちなら多分わかると思うんだけど、やっぱ LINE で話せる、LINE ではなんか普通に余裕で話せれますよ。LINE でもやっぱ緊張するんですけど、LINE でも緊張するわ。いやだけど直接話すってなるとやっぱ挙動不審が出てしまって話したくないですよね。はい。わかる、よくわかってるわ。うん。だからね、そういうことがあって LINE で告白しまった、してしまいました。で、その人はですね、LINE で告ったら無理ってきて、無理ってきまして。だけどその後、なんかこのひもての、ひもて挙動不審童貞に、ちゃんとね、体育祭とか文化祭で話、写真撮ろうとか言ってくれる優しい女の子だったんで、優しい女の子でした、その子は。だからワンチャンその後、ね、直接ちゃんと話してね、LINE だけのLINE でやり取りを再開してね、直接話しててね、さらに仲良く、仲を深めていたらやっぱあそこは付き合えてたなと思うんですけど。いや、だけどその仲を深めるっていう段階を僕は多分クリアできなかったと思うんで、結局は付き合いませんでした、ね。仲を良くするためにやっぱ直接コミュニケーションを取ることが必然だと思うんですけど、直接コミュニケーションを取るということは僕には不可能でしたので、やはり、あの頃の俺は誰とも付き合うことは不可能ですね。まあ初めての告白が LINE っていうことなんで、まあ学びまして、そっからちゃんと学びまして、まあその後はね、告白するときはちゃんとね、してます。ちゃんとして。あとあれですね、ひもては多分 SNS でその子の情報とか見るじゃないですか。その子の情報とか見て話すんですけど、やっぱひもてだから直接 SNS は見るんですよ、その子の。その子の SNS はよく見てたくせに、直接会うと、その SNS のことに関して話せばいいのに、ね、全く話さない。やっぱそういうとこだね。LINE で直接話したことないくせに、LINE で告白して振られたというお話でした。はい、さよなら。